どうもリガイズのみのりと、りょうとこ、じゅんぺいだ。お前ら、まあ、普通の人狼、秋田だろ。あんまやってないです。あんまやってないです。あんまやってないです。普通の人狼、秋田ということで、ちょっと変わった人狼をやっていただこうと、今回、用意いたしました。その名も、リアクション、ゴロシ人狼。リアクション殺し人狼。リアクション殺し人狼とは、苦い、酸っぱい、辛い、それぞれの味覚を隠した飲み物だったり食べ物、それぞれを、まあ、3人に、配布するので、これを。配布配布配布それ、そんななんか石みたいな。はい。まあ、それをね、まあ、リアクションを殺して、まあ、3人のうち1人がそれぞれの味覚が隠されてるから、まあ、誰がリアクションを隠してるのかを当てる人狼の、ニュースタイルの人狼となっております。3人のうち誰かが辛い思いをして、それを隠して、話し合いで決めると、うん。そういうことですね。なるほど。被害者の人、なんでやんなきゃいけないんですか、そんなこと。なんで、まあ、勢いづけということでね、苦しんでいただきましょうか。それでは、リアクション殺し人狼、やっていきましょう。レッツ、リアクション人狼。じゃあ、ABC が選んでもらって。あ、そうね。選ぶんだ。選ぶタイプで。じゃんけんしよう、じゃんけん。じゃあ、じゃんけんする。最初はグー、じゃんけんぽい。ふん。じゃあ、A で。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、行こうでしょ。じゃあ C にしようかな。残り物には服があるって言うからね。じゃあ僕 B で。A、B、C か。そうだね。最初はまず苦味の苦味だね。はい、ございます。苦味は殺せるよ、最悪。あ、そうだね。量あるな。こわ。これちなみに中身はウーロン茶だね。ウーロン茶。ウーロン茶に激苦い味を入れたものとなってる。そういうものがあるんだ。そう、そういうものをね。オッケー、オッケー。これ人狼のために俺ら罰ゲーム一人受けるってことだね。そういうことだよね。深すぎるな。うぜえ。それではまず最初にちょっと待って、準備あるよ。あかんねえ、苦いは想像がつかん。とりあえずみんなもう殺す準備あるけどね。殺す、まあ殺して、感情殺します。殺して、もう無の無の顔でいこう。オッケー、いいね、できたね。それではまず第一口目いきましょう。いきまーす。どうよ、どう、周りに渡して、うん、どうです、殺せてんね。いや、ウーロン茶だよ、普通のウーロン茶だよ。普通のウーロン茶だよ。え、企画だったんだ。入れた入れた入れた。もやしてんの。いやいやいや、そんな。まあ、夜の話し合いをでは始めていただきましょう。話し合い。でも、今正面向いて飲んだや、うん、で、今さ、苦さを確認したわけだ、お互い、うん、俺はね、大丈夫だったけど、お前らのリアクション確認しないから、ちょっと一回飲んだはずになってるんぺ。ああ、そうだけ。リアクションって言ったら、ウーロン茶、普通のウーロン茶、普通のウーロン茶、普通のウーロン茶飲む人。うん。普通だな。どう、次のみのりで。あ、俺ね、あ、俺全然、もう一気にいっちゃう。まあ、一気にいっちゃったら次のヒントないけど、一気にいっちゃうでもいいよ。でもそれちょっと怖いから、まあやっぱ一口で。まあまあ、最後みんなで。最後みんなで。普通のウーロン茶ね、これ。俺、ウーロン茶大好きなんで。いただきます。はい、普通です。いや、普通に普通だな。普通なぁ、普通なんだよ。逆にあのね、苦かったらね、殺してる感あるけど、ウーロン茶飲んでる人だからね。そうそう、恥ずかしい。ただ一口ウーロン茶飲む、みんなの前で。じゃあ、両党、はい、いただきます。大丈夫これ。これ、苦くないし、俺はね、苦くないんだけど、これが苦いって言われたとしたら、ごめん、普通にリアクション取れん。じゃあこれ一旦全員目伏せて、自分が苦いって合ってるかどうか思ってる人、夜目つぶって手挙げてもらおうか。じゃあ一旦、じゃあ皆さん、はい、目をつぶってください。我こそが苦味を隠していると思っている方、手を挙げてください。はい、ありがとうございます。全員皆さん目を開けてください。はい、はい、それぞれがちゃんとリアクションを殺せてるということで、いらっしゃった、いらっしゃいました。それマジですか。マジ、お前ちゃんと出てます。むずっ。いやでも俺目線のね、こっち2人がどっちかがあれなんだけど、まあその今いたっていうのを最初に発言するのは白い服を考えて、ああそうそう、いたかどうかも俺は分かってない状態だよって、ちゃんとフラットだよっていうのをちょっと見てほしい。狙って出たわけないけど、普通に出たけど、よく考えたら俺はね、そうだよっていうことで、リアクション隠せてるってもね、そんなによくないのかな。順平は多分すぐ顔見てる。すぐターンはミックする。そうだね。でもね、一つあるのが、最初の一口の時にちょっとね、音ちょっとやばかったよ、俺の中ではね。うん感があって、うん感が。うの感情がちょっと来たんだよね。だからちょっと今怪しいなと思って最初に飲ませたよね。そしたら普通に飲んでたよね。でもさ、2回目ってやっぱり、まあ、分かってるじゃん、このぐらい来るよって。うん、だから、どうなのかなって思うんですけど、どうすかね。最初、別にそんなね。最初そんな、最初そんなって何、その音なんて何、最初は
最初っていうか2回もやってないでしょ。2回もやってない。最初はって何？最初そこになんかどうしてんの？最初焦ってんのか言っちゃうけど、ちょっと入ってくる量が少なかったんですよ。2回こうグッて入れた。あ、2回の空気ね。あー、それいいな。その弁明な。じゃあ事実だから。あ、でも一旦ここで最後一口言ってもらって。最後一気、みんな一気するか。一気しておこ。そうね。くしゃみをするな。下手か。その後は私はリアクション殺してますよの表情でフィニッシュしていただいて、最後に指差しで誰が人狼なのかっていうのを当てていきましょう。よし、じゃあ皆さん行こう。行きます。結構あった。これしょうがない苦さか、あるかもしれない。それは、その説はある。でも何、うっすら多分苦いけど、そんな表情に出すほど苦くないみたいな。あれ知ってるんですか？いや、わかんない。出てこないからね。その匂い知ってる。はい、じゃあもうここまでということで、せーので、誰が人狼だったか分かりやすいようにね、指さしていただきましょう。いただきます。ちょっといいっすか。はい、これは順平に刺すけど、りょうとが俺に刺すと、多分順平俺に刺すから負けるぞ。いいね、そういうの。人狼っぽい。俺でも、俺でも順平だと思うんだよな。俺でもな。よく頼んだな、ボロ出たな。なんで2回飲んだな。じゃあそれだって入んなかった。2回飲んだのに量多かったもん。うん、おかしくない？そう、2回飲んだのに一番遅かったよね。うん、遅かったね。圧倒的に。だって順平だって飲むのだって世界で一番生えて自負してる。そんなこと言ったことない。では苦味博士人狼は誰でしょうか。せーの。これはみのり。みのり。順平です。順平。これも順平。順平。合ってたら人狼ですって言ってください。私は人狼です。おっしゃー、分かるもんなんだね。ちょっと待って、一つだけいい？うん、俺さ、渡された時最初にさ、ここにガンバって書いてあったんだよ。渡された時にこれ目に入ってさ、あ、俺人狼だって思って飲んだのに普通のウーロン茶だよ。え、これ何ですか？スタバの真似しました。さすぎだろ。どうだと？苦くない、そんなに。なんかね、ちょっと違和感のあるウーロン茶かなと思った最初。そういうウーロン茶かなって、多分俺だなってなって。なるほど、正解です。ライト陣営の勝ち。むずいね、これ。難しいね。そうだね、多分次の酸味の方が。酸味やばい、リアクションが安いかな。次酸味は何に混ざってるんですか？アクエリアスに酸っぱいパウダーが。酸っぱいパウダー。酸っぱいパウダーが。酸っぱい弱いんだよな、俺。お酢マジ苦手だもん。運動の時に飲んだらいいかもしれない。走ってきていい？じゃあ ABC 決めてもらって。負けたから最後。そうだね。あ、最初はグッチャケっぽい。C。C で。B で。B で。じゃあこれが A か。A だね。受け取りました。ちなみにガンバないですね。ガンバなかった。俺もないです。あ、俺もなかった。で、一回だけんだよ。今回ね、第2の酸っぱいの人狼ということで。じゃあ一口だけ。じゃあ酸っぱい、隠し、人狼。せーの。いや、普通のアクエリアス。知ってる味だった。そう、知ってる味。知ってる味のアクエリアス。部活の時にたくさん飲んできたアクエリアス。今俺だってさ、一口だよって忘れてさ、普通に喉が乾いたって聞こえたから。ってなった時に俺もそしたら順平なんだよな、また。なんで？俺だって普通のアクエリアだもん。みのり説もあるよ。でもみのりは飲んじゃったのに。それは作戦かもしれないよ。崩壊しちゃった。喉乾いてるってなっちゃった。今の見た感じ作戦じゃないもん。すぐ飲んでたもん、普通に。ってなるとやっぱ俺の立場から言わせてもらうと、もう順平しかいないんだよ。そうだと俺の量としかいないんで、みのりをどっちにどう取り込むかな。わかんねえな。飲んでもらおうかな。俺なんならもう一気できるよ。じゃあその前に一旦自分が自覚してるのかどうかだけチェックしよう。我こそは酸っぱいを隠している人狼だというから、しっかり隠されております。そしたらじゃあさっきと同じようにみんなの目の前で一口ずつ飲んでいこうか。一口ずついい、まあ、これでみのりが実際人狼だったらもうサイコパスだけど、今こことここのサイコパス二択になってるからこそ、もうここは二人で一気にガーいっちゃって。ああ、そっか。そうそう、いいんじゃないかなって。え、俺はいいの？まあもういいよね、今飲んじゃえ。今飲めよ、もう。飲めんだろ。いいよ、飲めんだろ。飲めんだろ。そんなつまんない俺、楽しくねえ俺。じゃあとりあえず今全部飲んでみて。俺これ一人で。一人で。それが恥ずかしいね。ただ開けるの一人で。飲む。全然面白くない。ごめん。普通に100L飲んでる。あ、笑わせない。笑うな。
んだよ、人が飲んでる時に。俺からいいじゃん。あ、でもほらスピードがさ、どうなのかっていうか、もう顔でいいんじゃない今回は。酸っぱいちょっとしかめったりするよ、そんな。じゃあ、いきます。はい、早いな。早いね。ジュペ笑わないと。これいただきます。普通に飲むの下手。うん、これに慣れてなかった。どうです二人のリアクションは。いや、かんねえ。またあれかもしれない、対して酸っぱくない。パターンで止まる。運気の罰ゲーム、しょうもない。しょうもないかもしれない。あ、じゃあ決めました、 OK です。ということで、じゃあデビューさせていただきましょう。それでは、酸っぱい殺しの人狼は誰でしょうか。せーの、順平が亮斗。亮斗。これは亮斗。これは順平。順平。青春の味でした。じゃあ実際に亮斗は酸っぱい殺しの人狼だったのか。どうぞ。僕は人狼ではありません。ありがとうございます。スプッチャー。近い。酸っぱい殺しの人狼はみのりでした。ありがとうございます。めちゃめちゃ酸っぱかったっす、マジでびっくりしました。一口目くんでいい。おっとってなった。いきなりきつかった、正直。だいぶなんかもうね、レモンで喉殴られたみたいな感じ。ああ、やっぱちゃんと酸っぱい。酸っぱいっす、だいぶ。じゃあドンキは悪くない。ドンキは悪くない。ドンキは悪くない、普通に。マジか。そうだね。こういうところがね、みのり信用できないと思うんだよね。信用はやってるよ。そうし、なんでだ。辛いはね、でもね、持続があるからさ。酸っぱいってなんかスッてこう過ぎていくけど、辛いの持続はやばいから。辛いやばい。しかも今回デスソースですから、ちゃんとね、皆さん大好きデスソース。やだ。じゃあもう最後辛いのいきましょうか。どうする今回。だからみのりが、いやもうこれ最後でいいわ。うわ、これ本当に嫌なんだけど俺。じゃあ運だから当たるか当たらないか。本当に嫌だね。作っとこう。でもさ、シュークリームに関しては一口飲んでとかができないから。え、シュークリームなんですか。あ、ごめんなさい。今回シュークリームに1分1杯分のデスソースを混ぜておりますので。ごめんなさい、はい、見てました。しますよね。途中で見えちゃうから、もう一口でいってもらって。丸パクリンチョ。パクリンチョ。え、デスソース未経験者みたいな。俺はスプーンにちょっとだけ、それ舐めて死んだ。じゃあそれが一杯ってなってるから、あいつはバカなんだよ。マジでバカ。俺はスプーンに入れずに舐めて死ななかった。俺は辛いものが嫌いだから食ったことはない。ボケた今。舐めたことないやんけ。なんでつかまないんかな。ボケ殺しと普通の。じゃんけんでしょうか。最初はグー。じゃんけんぽい。はい、こうでしょう。あー、悩むな。 C にしますよ。じゃあ、リョウトは炎天回帰で B で。 C で。じゃあ、俺 A で。 A で。ちょっと待ちよ。俺、まずシャッフルしない。一旦シャッフルするわ。あー、そうだね。あいつの差し加減ってことじゃん。まあ、そうだね。切れそう。じゃあ、俺じゃん。絶対俺じゃん。おー、ふざけんなよ、ユイトは。絶対俺やん、これ。 C だ。 C だ。映ってねえんだよ、それ。音しか入ってない。絶対これリアクション殺せないよ。どうする？一人ずつさ、目つぶってもらって中身確認する。ここの準備はできてた方がいいっしょ。じゃあ目つぶってさ、手出すからさ、うん、渡す時にさ、ちょっと握ってよ。あ、渡しますよ。そして一旦カメラにどんな感じで入ってるのかちょっと見せようかな。実際はこんな感じでタプタプに使っておりますので、これはもうリアクションのね、殺しがいがね、あんじゃないかと。皆さん楽しんでくださいね。あいつマジ食えよ。じゃあ私のから手出してもらおうかな、それぞれ。はい、手で伝えてもらって今動かなかったので。はい、はい、OK です。配布終了です。ギューした？ギューしました。OK です。うわー、これマジで。今ね、渡す時に辛いデスソースが入ってるシュークリームを手にした人にはね、手をギュッとしたので、もうそれぞれがもう分かってるはずなので、心の準備をして、今絶望の淵にいるやつ。最後のラスボス、辛さ隠し人狼、せーの、食べに行く。もう始まってますよ。顔見てください。え、語らず。待って、そんな隠せる。え、ね、確かに。びっくりした。え、俺になるやん。待って、めっちゃ見たんだけど、ずっと。だって順平絶対そこであれじゃん、辛いの無理だ、分かってるから。で、俺もデスソースの経験上、多分絶対無理だろうなと思ったの。普通に飲み込めちゃったんだよ、一番最初に。一番辛いの強いじゃん。だから今俺の中で切符使用してんのは、シュークリームめっちゃ防護力ある。あ、生クリームとその包まれてるじゃん、うん、だから包まれた状態でいけばある程度防げるんじゃない、うん、味してもじゃん。確かに辛いもんね。辛すぎる。デスソース知らないけど結構入れてたよね。結構入れてた。もう実際に映像で見れば分かるけど、結構タプタプ入れてたからね。でも俺の中でも緑なんだよ。ギュッて食べなかったからさ、うん、俺もギュッとされなかった。いや絶対俺来るじゃんと思ってたけど、俺ギュッとされなかったからめっちゃ嬉しかった。ギュッとされなかった。めっちゃ嬉しかった。どっちかのを見ようって。
見てたけど、あまりにも、でもめっちゃ弱いの、辛いの。本当にダメだよ。本当に食えないの。なんか激辛ペヤングってやつあるじゃないですか。あの通常の激辛ペヤングを一口食って悶絶してる男なんですよ。いや、しかもデスソースが無理って言ってた。これさすがに表情に出さなくても絶対顔に出ると思ったんだよ。鼻に汗出るかなと思ったら誰も出ない。誰もそう。え、ちなみにどうせまたやるこれ。じゃあとりあえず、レーズ見てください。はい、皆さん見てください。ちゃんと、ちゃんといた殺せてるやつ。おい、マジ？でも包まれた状態、食堂を取ってそう、こう、丸飲みで胃で爆発するやべえ、弁明しないといけない。俺強いからな、辛いの嫌いってので。そうなんだよ。だからもうソースグローテンなんだけど、俺量とちゃんと注視してたんだけど、マジ出てないんだよ。汗一つ出ない。だって脱げよ、お前。しゃあねえ。いやもうダメ、みのりしかダメだ、俺疑いない。だからもうこれはもう順平にかかってるよね。そうだよね。りょうとかみのりどっちが、りょうとかしかあかんのか。そうそうそう。俺順平だったら無理や、負けやん。ねえ、マジでダメだって。終わった。一度デスソースの経験があって心の準備ができてるりょうとが隠しがうまいのか、それともそもそも辛さに強いみのりが辛さを隠せないのか。やばい、ここもう順平にかかってるんで。かかってたとしても順平だったらもう負けゲーだよ。本当に俺辛いのは無理よ。うん、辛いのは無理だよね。そうそうなんだよ。確かにな、さっき言ったように心の準備ができたりょうとなのか。心の準備できたくらいで殺せる。さすがに多分ね、俺汗だんだんだけど、どっちか攻めなきゃいけないし、攻められない。何もない、わかんねえ。どうするこれ、ユイトがさ、何も入れてないのを食わせてたら、3人に。そしたらお前、1本飲め。いきます。でも皆さん、これさっき自覚してる人いるっていう話はしてますのでね。それも嘘かもしれない。それも別にユイトがね。そんなにあるか。あるかもしれない。いましたとか言って、いないです、こいつらバカだな、全員シュークリーム食べただけなのに、あ、ごめんって思ってかもしれないよ。その方が面白かったかもしれないね。わからん、終わった。終わった。じゃあもうこの段階でちょっとでも疑いがある人指さしちゃおっか。でこれ見事に外れたら、この鬼以外、隠せてる鬼以外の人狼以外のね、3人がデスソース入りシュークリーム食べます。マジかよ。もうその辛さを分かろう、みんなで。外したらは、ちょっと待ってよ。じゃあ当たなきゃ、当たなきゃダメじゃん。あいつマジ背負ってないやつね。いや俺も食べますので。一回食わしてどんな感じか見てみる。あるねそれ。あるよ。金持って全然あるね。いけるのかもしれないし。それでさ、いけちゃってたら俺の金が払える説あるもんね。そうだね。バカなの。じゃ見本がないから天の声ぞ。でもあいつ苦しい思いしてないから、あいつ生かしたいんだよ。ずるいんだよ、あいつ。ずるいよ、なんか食ってほしいよな。地上に降りてきても飲んでほしいもんね。やりますか。やりましょう。自分で作って自分で食べるんだもんね。はい、こんな感じ。うわっ、このちっちゃいかも。さっきよりも多いんじゃない。これいちごのシュークリームですね。殺しても殺さなくてもいいや。どうでもいいし、食ってほしいだけだし。ごめんなさい、食べるわ。うわっ、うわっ、ごめん、ちょっと助けてね。ごめん、人狼の人。いただきます。クリーム調整室あるから。お意外と、これ意外と、あれ手が出ちゃったよ今。あ、もう出るぐらいなんだ。思わず手が出るコーヒーになるぐらいなんだ。めっちゃ涙ながら。もうの人狼すげえぞ、マジ。うわやばい、衝撃ソース、すごい緩和されてんの。元が分かんないけど、とにかく痛い。え、これ視界進行に支障出るぞ。ということでね、俺のリアクションを経ての話し合い。ユイとかあれレベルってことは絶対順平は無理なんだよ。真っ白よ多分。そう、これとそこの言い方だから辛いから飲み込んだこともあるな。そしたらだってこの状態のままこう。言うとわりかし辛いのは別に弱くない。え、何この吐息飛ばしてるの。ここでやってよ。胃がジンジンしてる。何だよ。そうそう、決めてもらっていいですか。だって俺もみのりを信用できないからダメだ。みのりなんだよな。本当に俺じゃないよ。だってこれで、え、だってお前外したら食わなきゃいけないんだよ。ちゃんと食うな、スーパーと。紹介すな。いや本当に待って。いや別に俺は別に正直ね、そんな怖くない。食わされても怖くないけど、お前自分の身に振りかかるぞ。 OK、 決まりました。もう決まりましたね皆さん。それでは辛い隠し人狼誰なんでしょうか。頑張ってリッキー上がっちゃってるよ。指をさしていただきましょう。せーの。準備がリョートです。祈りがリョートです。
要素が緑です。ということで、ちょっとさ、ここにね、一言。これはデスソースを食べたいです。どうも、あれです。ほら、よっしゃ。ほら、だって俺の辛いところよく見てたじゃん。お前の意外と食うじゃん。食うよ。食うけどさ、食べてこの辺めっちゃ汗だらだらになるじゃん、俺。全員に食わせる、それに成功しました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、俺は正直余裕だった。あんぐらいだったら全然で、あんぐらいじゃ顔にで。作ります。コンビニ。食いたかったからでしょ。こいつ一回殴ろうか。言ったよ、こいつを信用しちゃいけないから。友達でも信用しちゃいけないから。友達やめろわ。そうだね。ちなみにゆいと食べんでしょ。だって食べたいでしょ、ゆいとも。ここに来て。最後3人でバス受けようか。食べたくない。食べたいでしょ。死ね。3種類の。いい感じのやつを準備させていただきまして、はい、食べてください。いただきます。いただきます。いただきます。耐えて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 。おー、我慢我慢、いけてるいけてる、死んでる。なんか言えよお前。あー、まずは無理。バイバイ。面白すぎて。あれ、俺リアクション殺してね。殺してるな。あー無理。